あれ？リトルデーモンったら、またヨハネに会いに来ちゃったんだ。じゃあ、特別に新しい衣装を見せてあげるわ。ルビーが主体になって、スイーツモチーフの衣装を作ったの。見た目も美味しく、甘い魅力が出せないかって、みんなで話し合ったのよ。ヨハネの斬新で素晴らしいアイディアも入ってるし、ヨウやマリにも助けてもらったわ。甘い香りが匂い立つような素敵な衣装でしょ。ヨハネがステージでパフォーマンスしたら、甘い香りがみんなのところに届くかも。自分のところまで香りが届くか心配？ヨハネの力があれば、全国のリトルデーモンにヨハネの香りを届けるくらいわけないわ。甘い香りに誘われて堕天使の罠にかかるのも悪くないんじゃない？まんざらでもなさそうね。いい顔してるわ。今度のステージは絶対会いに来て。ヨハネの甘い香りをたどってきてね。